政部は4日、知人女性の強制性交の疑いで書類送検され、嫌疑不十分で不起訴処分となった西部、山川穂高内野手について、無期限の公式試合出場停止処分とすると発表した。また、山川もコメント発表。まずは、ファンの皆様、球団、NPB 及びスポンサーの関係者をはじめとした、皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、お詫びいたします、と謝罪。ここまで捜査に対して全面的に協力してきたとし、今般、不起訴と判断されましたが、そもそもの主たる原因は、私がプロ野球選手という立場をわきまえずにした行動が招いたもの、などと反省の言葉をしたためた。絶対自分で書いてないな。プロ野球選手としての話か？本当に反省してたらあんな腹にはならんやろ。無期限停止食らっててくさ、もう西武は使う気ないね。西武やなくてチームなんか。謝ったし特例で FA 権もらえない？プロ野球選手という立場関係あるか？野球も半分はイメージや好感度の世界やからね。無期限って言っても西武との契約今年までやろ。それから西武が契約更新するんかな？無期限って明日といてもええんやで。よし反省しとるな、無償でもらったるで。プロ野球選手じゃなくて人としてやろ。謝る相手が違うだろ。何も悪くないのに制裁食らってるやん。リリース出た球団でやり直すだけやろ。プロ野球選手関係なくやっちゃダメなんだよな。これまでの行動見ても本人に反省する気ゼロやろ。本人が処分受け止めてるって言ったなら、選手会は口挟む余地ないな。でもまだ全て解決してないやん。山川、合格倍。あのデブった体で反省とか言われてもな。自分が追い込まれた時だけ謙虚に振る舞う人間って、見てて嫌悪感湧くな。こんな反省文、書けるほど頭良くないやろ。ジュニドラで待っとるで。これは終身名誉ライオンズ。許した。まあ不起訴なんやから正しかったんやな。巨人入り、内定でございます。